今日の札幌は3月中旬並みの暖かさとなりましたが、それでも午後3時の積雪は66センチと平年を上回っています。これだけ雪が多くなると屋根の雪下ろしを考える方もいるかと思いますが、毎年多くの方が事故に遭っています。先週も旭川で雪下ろし中の転落とみられる事故で77歳の男性が亡くなるなど、今シーズンの道内では雪下ろし中の転落などの事故でおとといまでに1人が死亡、15人がけがをしています。こういった状況も考慮して、雪の事故に詳しい北海道科学大学の千葉貴博教授は、頻繁に雪下ろしをする必要はないと提言しています。不用意な雪下ろしは全く必要ないということになります。必要な時は倒壊の恐れがある時、特にドアの開閉が難しくなった時っていうのがシグナルのうちの一つになります。やってほしくないんですけれども、やるのであれば複数人というか業者さんにお願いすると。